さんこんにちは。札幌のコールセンターでスーパーバイザーをやっております井川直輔と申します。すっかり春になってまいりました。もうすぐ春ですねが、もう春になりましたね。はい。北海道も暖かくなってきました。はい。これから頑張っていきたいと思いますけれども、まあ、何を頑張るのかよくわからないですけれども、はい。で、前回までの動画なんですが、アクセスの検索フォームについて5本ほど動画を上げました。はい。でもう検索フォームは検索フォームでもうこれでいいかなっていうふうに思いますので、今回からアクセスの核心となりますクエリについて説明をしていきたいと思います。クエリが分かればアクセスは面白くなりますので、今日ちょっとクエリの各種説明をするので長くなるかもしれませんが、ちょっと最後まで聞いて見ていただければと思いますので、お付き合いのほどをお願いいたします。はい。では早速やっていきたいと思います。はい。私のホームページから、サンプルファイル2をダウンロードしていただくとですね、ここに旧車検という、ものがあるんですけれども、このデータベース、のを使ってクエリを1個作ってます。で、このデータベース何をしたいかっていうと、前回もちょっと使ったんですが、車検の人に連絡したいと言って、じゃあ4月の、車検の人って何人いんのかなよとっていうふうにするのもいいですが、これはもうアクセスを使う人だったらもうやっちゃいけないです。やっちゃいけない。どうしても急ぎの場合はやってもいいかもしれないけど、これなんでやっちゃいけないかっていうと、もうExcel から考え方がもう外れないんですね、このことをやってると。じゃあ、旧車検っていうものを作ってみようっていうことになります。じゃあ旧車検ってどうやってできるのっていうふうに言うと、ここにそのデータベースがあるんですね。この文章、この文章で、旧車検というのは成り立ってるんです。どう運用するかっていう と、スケールビューとのを選んでいただいて、これで実行してください。そうすると聞いてきます。もう打つのめんどくさいのでちょっとコピっちゃいますね。はい、出てきました。すごいですね。で、ここで、で、やると、クエリが複製できるというふうになってます。私の部下にですね、一度、このクエリっていうものは、この文章からできてるんだよっていうふうなことを言うと、なんかすごいカルチャーショックを受けてましたけれども、はい。クエリの、作成についてなんですけれども、これクエリの作成というところを、クリックしますと、まずクエリウィザードっていうのが出てくると思います。で、一番初めに陥りがちなミスっていうのがですね、例えばクエリで、クエリウィザードを選択、やりまして、なんかよくわかんないけど、一番上のをやると。で、全部やって、ひょいとやったらなんかできたと。で、この、データベースその4と、このクエリ、これ一体何が違うんだっていうのが、まず私のクエリの疑問点だったっす。もうここが出発点で同じもんじゃねえかと。いうふうに思ったんですけど、皆さんももしそう思ってたらちょっと考え方を変えてください。データベースその4っていうのはデータベースその4で、クエリっていうのはクエリ、何を言っとんねんっていうふうになるかと思うんですが、これ似てても全く他人の空似です。もう全く別物です。で、この別物をいかに操作していくかっていうのが先ほどのこの、車検のクエリの使い方なんですよね。で、クエリには種類があります。選択クエリ、今のようにこの旧、車検のように欲しいデータを自由に取り出すっていうもの、それから、テーブルを作ってくれるクエリ、それからデータを追加するクエリ、それから更新クエリといいまして、特定のフィールドを書き換えるクエリ、これめちゃくちゃ重要です。もう本当めちゃくちゃ重要です。で、クロス集計クエリっていうのがあって、これはちょっと口で説明するのは難しいので、
ちょっと違うもので説明したいと思います。で、削除クエリっていうのはテーブルのレコードを一発で消すやつ。で、ユニオンクエリっていうのは、2つのクエリを合体させるっていうふうに思っていただければというふうに思います。現場で使うのは、この選択、追加、クロス、それから更新、削除、ユニオン、これはよく使います。テーブル作成とクロス集計はちょっとあまりよく使わないんですよね。はい、で、ちょっとあまり見せるものでもないと思うんですけれども、私の、データベースをちょっとご紹介したいと思います。これはもうまるっきりプライベートで作ってるものなので、会社は全く関係ないです。で、これどういうふうになってるかっていうと、私実は資格試験の勉強をしてまして、司法書士っていう受かるかどうかわからないですけど、やってます。で、理屈としては、これは MT 過去問っていうのがあって、この MT 過去問っていうのは、今まで自分が解いた問題が全部この中に入ってます。はい。で、絶対キーを決めている、つまり問題番号、全部で司法書士の問題っていうのは35問ずつ、1年で70問出るんですよね。70問が大体5択になってるので、10年分で5750問ですか。それを管理するんだったら、Excel では無理っていうふうに考えまして、問題1問1問に、この固有キー、つまり主キーを設定しています。これが一つ。で、これ3月30日とか、ちょっと勉強して、これやったものなんですけど、これまだ足してないんですが、これがまだ解いていない問題ですね。はい。これを解いていない問題なんですけれども、ちょっと、ここが間違えてるな。商業登記法まで、不動産登記法ですね、これね。危ない、危ない。こういう入力ミスがあると、データベース狂ってくるんですね。で、これを、要は、もうやった問題を、ここの ところに追加したいって言った場合には、どうするかっていうと、Excel だとこういうふうにどーっと選択してコピーするじゃないですか。Excel を知ってたら、そんなことはやっちゃいやせん。どうやるかっていうと、この追加っていうボタンを押します。ここ見えますかね、184問全部であります。184問をこの追加クエリっていうのを言うと、えいと。すると、184問のレコードを追加します。っていうふうにして追加すると、もうこれ追加になってるんですね。この、間違えた。この過去問の方に。2018年のこの8月4日とか5日からとかっていうふうにこれ追加になってるんです。ちょっと見せ方が悪いですけれども。で、先ほど言ったテーブルのデータを削除するクエリっていうのはこれ、削除クエリ、これやります。そうすると184件が削除されますっていうと、いっぺんに削除できる。で、更新かけるとデータが消えると。で、便利だと思いませんか、皆様。はい、このクエリを、駆使していくことなんですね。で、例えばですね、問題の中で、これ自分で解いた問題の中でキーワードを振ってるんです。例えば遺産分割で検索します。そうすると遺産分割で問題になったのは、今まで私が解いた中では9問ありますよということですよね。で、遺産分割というキーワードが絡んでくる問題というのは全部で9問あって、どういう問われ方をしているのかというのは、もうこれで検索するのが一番です。どういう聞かれ方をして、どういう回答を主催者が望んでいるのかというのは。で、これが、前回フォーム等で作り、紹介させていただきましたけど、こういうことができるということですよね。で、解除もできると。これは完全にプライベートなんですが、自分の中で、アクセスを使う方法っていうのは、会社のとも別なんですけど、資格試験の、問題の整理と競馬はアクセスが絶対向いてると思うし、で、自分のプライベートの中でやってった時に、この技っていうのは会社でも使えるなっていうのはやっぱり思い浮かんでくるんですよね。
自分のプライベートだからよりいいものを作ろうと思うから、まあ、会社はまあそうもあまり思わないんですけど、まあ、そっちの方が問題かもしれないですけど、自分で、よりいいものを作って、でより簡単なもので、で誰でも分かるようなものを作ろうと思うから、やっぱり自分でも勉強するっていうことをします。今、つい20年ぐらい前までは、私自分の部下にゴルフとパソコンと英会話はできるようになれっていうふうに言ってたんですけど、今はもう違います。英会話とゴルフはそのままで、やっぱりデータベース作れないと、データベースの仕組みがわからないと、まあ、IT 業界っていうか、こう、何でもそうですけど、必ずどこの会社に行ってもデータベースは絶対あるんで、これがどういうふうな仕組みで動いてるかっていうのがわからないと、やっぱり困るんじゃないかなっていうのが私の第一感です。で、データベース分かってよかったなっていうふうに思いました、本当に。騙されたと思って、アクセスはちょっと使ってみていただければなというふうに思います。で、そうですね、このデータベースの必要性なんですけれども、やっぱちょっと分かりにくいんですよね、本当に。ただ、極めていけば極めていくほど、まあ、ちょっと難しくはなると思うんですけれども、やっぱり皆さんがゆくゆくは、私のもし動画を見てくれたら、自分の部下に分かりやすく教えれるような動画を作っていきたいと思ってますね。一部の人間にしか分からない、学問っていうのは有害の何ものでもないっていうのを私、大学の時に聞いたことがあります。これはもう私が尊敬するもう教授なんで、北野博久っていう、日大で税法を教えてた先生なんですが、もう亡くなってしまいまして、本当に残念なんですけれども、人にやっぱり、物を教える、自分が物を作るった時は、誰がやってもやっぱり分かるようなものでなければダメであって、なんかね、会社に、ね、こう物を作ると、なんか俺はこんなことができるんだみたいな感じで自慢をして作る人がいるんですけれども、そいつが辞めちゃったらもうシステムなくなっちゃいますからね。ということで、誰もが分かるものを必ず作るということで、自分のプライベートでもやって、常に分かりやすいもの、分かりやすいものっていうのを作っていければなというふうに思っております。ほいで、クエリっていうのは、やっていきたいと思ってるんですが、これ結構な量なんで、このシリーズ結構長くなります。そうですね、24ぐらいになるんでしょうかって、まあ、シーズン8までは多分できないと思うんですけれども、それぐらい長くなると思いますので、これはもう本当に私が現場で使っている、これはもう本当覚えといてっていうぐらいの、ものをちょっと出していきたいなと思いますので、ちょっと長くなるかもしれませんが、クエリ、ちょっと、動画を見てください。それと、シリーズ並行しまして、まあ、シリーズっていうか並行しまして、私がアクセスをいじってた時に、初めていじった時に、どうしても疑問が出てきました。なんでこんなこと分かんなかったんだろうっていうのを動画にしていきたいと思います。皆様の疑問は私の疑問、私の疑問は皆様の疑問ということで、動画で共有できればいいなというふうに思ってます。で、それは実際に回答に関しては正解ではないと思うんですけれども、ヤフー、知恵袋、それから教えてグーの、もう VBA、アクセス、エクセルの達人たちが教えてくれた技になってますので、ちょっとこれね、動画に残したいなっていうのをちょっと思ったんですね。私の疑問は皆様の疑問ですので、それを見て何か役に立っていただければなというふうに思います。はい。なので、このクエリの使い方、説明していきたいと思いますので、しっかり、勉強して、参考にしていただいて、会社で、なんかね、これは違う、なんかね、こんな検索をしていたら、いやいやいやと、すったることをやっちゃダメですよと。ね、クエリを使ってやってくださいっていうふうにして、こういうクエリがもうポンと作れるように、頑張っていきたいと思います。はい。これちなみにですね、このパラメータクエリ、これちょっと私今説明してなかったと思うので、ちょっと説明します。これどういう仕掛けになっているかと言いますと、どういう仕掛けになってるかと言いますと、まずここのところ、
車検日というのは単純に、購入した日から3年足した年月を足せ、表示しろっていうのがこの関数です。だからわざわざ自分で3年後の、日付を入れることがないです。で、ここ、between 開始&終了、つまり、何日から何日までの車検対象の車を抜きたいのかっていうことを聞いてるので、これは4月1日から4月30日までの、期間の車検を探したいというのがこの between、 これが抽出条件というものになります。この between なんてよく使いますね。はい、よく使います。本当によく使う、関数になって、抽出条件になってます。こういったことをポンポンポンと作れて、じゃあ実行したらどうなんですかっていうふうに言ったら、2018年の4月、4月1日から、2018年の04の30と。っていうふうに、今これちょっと私、抽出条件間違えましたね。3台出てくるんですよ。ていうふうに、ポンと、いや、こんだけですよというふうに、できるような、サクサクっとしたものを作れるようにしたいと思います。検索フォームもね、紹介していただいたんですけれ、紹介したんですが、現場ではこうやってクエリで抜くのがほとんどのことだと思いますので、こういった紹介を、させていただきたいと思います。はい、それでは、ちょっと長くなってしまいましたが、クエリのことを、順次説明していきたいと思います。そうですね、分かりやすいとか分かりにくいとか、いろいろコメントいただければ、順次私もでですね、万人にかかる一部の特権階級にしか分からないような学問は、やろうつもりは全くないので、はい、コメント等を入れていただければ、こういうふうにしてほしい、ああいうふうにしてほしいということがあれば、どん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 入れといてください。こちらの方でも順次皆様の意見に従って、回収していきたいと思います。はい、まだチャンネル登録されてない方、チャンネル登録等をよろしくお願いいたします。はい、春になりましたが、風邪ひかないように、お体気をつけてください。それでは今回はこの辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。